宮迫です。さあというわけでチャンネル初登場、豊ノ島さんです。よろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰しております。いや本当にご無沙汰、多分もうちょんまげなくなったの。そうですよね、見てないんですかね。多分初ですよね。はい、騒動後はお会いしてないんですよ ね。それまでは、まあ、白鵬さんの誕生会とか、そうですね、ちょこちょこお会いしてし、はい、うちの番組でも、はい、あの体育会 TV とかもう絡ませていただいて、プライベートでもちょっと飲ませていただいたりとか、はい、あるんですけども、はい、まあ、体育会 TV 出ていただいた時ね、もう豊ノ島さんすごいおしゃべりが立つんで、すごい期待してたんですけど、あんまりでしたよね。いや、まあまあ、あのカメラ回るとですね、ちょっとやっぱ緊張はするんですよ、やっぱ。あ、でも特にあの白鵬さんがいらしたから、あ、まあ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 、そうですね、ありましたもん、ね、はい、そういうのもありますし、ね、はい、でもジャンクスポーツとかめっちゃ喋ってるでしょ。なんかやっぱりこう、まあ別に差をつけるわけじゃないですけど、フォームとかあるじゃないですか。喋りやすいっていうか。なんで喋りに行くんですか、知り合いいっぱいいたのに。いやいや、まあそうなんですけど、なんか緊張感まだまだ出てくるなっていう。やっぱりその横綱が横にいてるってね、やっぱりちょっと違うんですか。ちょっと少し緊張感を持ちながら、はいはいはい、まあ、それはなんか気にはかけますが、ここ喋っていいかな、ここ言っていいかなとか、な始まる前にね、もう豊ノ島さんもとにかくも喋り立つんで、まあ面白くなりますよって終わった後、宮迫さんどういうことなんですか。いや本当、それは本当すみません、なんか本当すみません、はい、いやいや、でもね本当に楽しい方で、今日は緊張具合は今日はなんかでもちょっと久しぶりですもんね。ちょっと緊張感がありますけど、ちょっとあのお土産あるんですけど。あ、大丈夫です。 あ、そうですか。いやそうじゃないですか。そういう時、ああありがとうございますみたいななるもんじゃないですか。あ、そうか、ごめん、はい、久しぶりやから。久しぶりなんですけど、すいません、はい、なんですか。まあ、私ちょっとあの、はい、高知出身ということで、はい、これちょっとあの高知のものを、はい、これはもう高知でミレービスケットって、もう高知のね、あ、もう地元の人は絶対知ってる、もうみんな知ってる。あとこれ、ゆずジュースなんですけど、ゆずジュース馬地村のごっくんって言うんですけど、これごっくん馬地村っていうもの、ゆずジュースですね。ごっくん飲ましてもらっていいですか。いや、もう、はい、ぜひ。大丈夫ですか、これ宮迫さんのごっくん。いや、俺のごっくんいいでしょ。なんか、やらしい感じの女の人やったらちょっと想像してしまうけど。うわっ、あ、すごい、あの優しいですね。ああ、そうですね。もっと酸っぱいものかと思ったら、あ、ちょっと優しい感じで、はい、飲みやすいですよね。飲みやすい。僕らもちっちゃい時から家にあって、ちっちゃい時からごっくんしましたから。え、もうお母さんもお父さんも、お父さんもみんな家族、みんなごっくん、はい、みんな家族でごっくん。もうふざけてるやん。いやいやいや、何ですか、全然もう高知の人はみんな大好きですから、ごっくんしてますから、はい、あ、ほんまに美味しい、本当に美味しい、ね、あのお子ちゃまでも全然飲めるやつです。じゃあお礼と言ったらですよ、はい、あのうちのこれ、あの蜂蜜梅の山芋キムチ、わー、すっごい美味しいなんですけど、これはもう名物ですね。これはもうザユッケ、わー、はい、これも混ぜました。インスタで大丈夫ね。あ、大丈夫です。島さん、牛宮城は僕初めてなんですよ。なんかもうなんで初めてなんですか。いやいや、ずっと来たい来たいと思ってて、来てくれると思ってましたよ。そうですよね、あんなに仲良くしてたので。いや、あのやっぱ取れないっていうのをなんかもうみんな、それなんです、もう話で、で自分の友達も行こうよ行こうよって、行きたいからって言って取ってみたいな感じで言いますけど、いや、でも取れないって聞くからなっていう。電話くださいよ。いや、そんななんか取りますやん。これはあの闇営業相当の時に謹慎中に家で作ったやつ。あ、じゃあちょっと食べたら僕涙出ちゃうかもしれない。いただきます。うん、うまっ。ありがとうございます。あ、牛ですよね、馬じゃないね。そんなんいりません。いらんすか。そんなに。いや、もういっぱいいろんな美味しいもの食べてるから、うん、そういう人が美味しいって言ってくれてるのを伝えたいんですよ。あ、それだけでよかったですか。いや、ちょっと馬って言っちゃったから、だいたい言うでしょ。あ、そうですか。うん、牛とは言わない。あ、そっか。うん、豚。違う、マジでほんま、エガンシーや。こんなボケばっかすんねやから。これほんまうまいっすね。そうでしょ。いや、これあのご飯欲しくなるっすね。いや、そうなんですよ。白飯に乗せてみたいな。あのオフィスご飯もちろんあるんです。うわ、これうまこれ。各界を離れたんですよね。はい、離れました。だから、あの僕と同じ。まあ、首ですか。首じゃない。
なんか おしゃべりふざけすぎて品位が下がるとかで、いやいやいや、そんなことないですよ。違います。あの本当に、まあもちろんあの相撲協会で、はい、今のは自分があるのこの協会で相撲やってきて、うん、相撲協会があってからのことなんですけど、はいはい、現役中からやっぱりそうやって番組を出させてもらったりとかして、はいはい、まあ、こういう世界がすごく興味があったんで、はい、まあ、ちょっと40の年に思い切ってみようかなみたいな、はい、力士の方々がその辞められた後で、まあ、あの自分の部屋を持ったりとか、うんうんうん、っていう親方になるとかいう選択肢はなかった？いや、もちろんそれもありましたし、はい、現役の時とかはね、将来自分で部屋持ってとか思ったんですけど、まあ、相撲は散々やってきたから、はいはいはい、ちょっと違うとこも行ってみたいなっていうのも、はい、素晴らしい、はい、向いてますし、まあ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 、はい、あの楽しいですね。我々相撲界いる時って3月は大阪場所、はい、で7月が名古屋場所、11月に福岡場所、だからこの時期に東京にいたり、あ、例えば7月に大阪おったりとかなんですよね、はい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 、もうすっごい新鮮で、はい、多分一般の人からしたら、いや別にって思うことかもしれないですけど、はいはい、もう新鮮さが全然違って、なるほど、はい、あ、面白いなっていう感じになりますね、はいはいはい、なるほど、まあ、まあまあまあ、一般もう我々は分からない感覚やけど、でどうですか、相撲観戦とかされた時にその感覚はどうですか？自分は結構変わらず、その相撲から離れてからも相撲はチェックして、まあやっぱ一相撲ファンなんで、はいはい、やっぱ相撲が好きなんで、はい、なんか仕事場にいたのが本当に相撲ファンになった感じです、ね、はいはいはい、だからあのずっとね、あの見に来ませんかっていうお誘いを、あのまだまだ現役の時とかもいただいてて、まあ、スケジュール的に一回も行けてなかったんですよ。ようやくちょっと前に見させてもらって、あ、ニュースになってましたね。そうなんです、見れたのね、映ってしまった宮迫地上波復帰ってのあれなんでか知ってます？あれなんで映ったか知ってます？なんで映ったんですか？あのこの取り組む前にみんな楽しまーとか言ってるじゃないですか。でたまに笑い取りに行こうとする人いるじゃないですか、はいはいはい、なんとかなんとかみたいな、ちょっとしたやっぱって、おもんないなと思ってて、それ聞いてて、おもんないな、もうちょっと面白いこと言えやとか思ってたんですよ、はい、行司さんよりもめっちゃええ声で豊ノ島もう響き渡ったんですよそれで注目が見て、そう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 何や今のすごい声何やってなってそれをやってた、あの2回目以降めっちゃ受け出したんですよ、はい、全体的に。そしたら何が起こってんねやで、 NHK のカメラが向いてしまったんですよ。あ、もうじゃあ引きつけたんですね。もうやっぱ生で見るのと全然違いますね。なんかまあまあまあ、やっぱ雰囲気ね、やっぱちょっと全然違いますからね、はい、いやし、あの生音っていうんですか、あ、立ち合いの音ですね。立ち合いも頭当たってゴーン、うん、聞こえんねや。結構遠くの席でも聞こえますもん。聞こえます、聞こえます。だってあの衝撃で言うたら軽トラック同士が当たってるのと一緒やから、まあまあ何トンもありますもんね。はい、ありますね。やべ、だからすごいんだから。だからとりあえずみね、現役引退されてね、この体やけど絞ったら筋肉の塊やからな。いやもうそれもバッチバチっすよ。で自分で言わん方がいいです何すか今この体ですけど、はい、絞ったらバッチバチです。自分で言わん方がいいんですよ。ですか、そこは向き合うじゃん。やってくれたんで、まあまあ、まあまあまあみたいな感じでいいんです。今豊ノ島さんの体はその今ど筋肉、これはどういう、ちょっと何で構成されてるんですか？現役よりはそれは、いやもう今はそれはもうちょっとただの肉の塊になっちゃってますよ。でも絞るとバッチバチもうバキバキの体になります本当に。だってあの力士の人って運動神経いい人多いじゃないですか。そうですね、はい、そうやね。だから、あ、でも学生の時とかって学生相撲から始められてるわけでしょ、うん、相撲をやってなかったら何してたとか。でもサッカーですね。僕サッカー少年だったんで、もともとマジで、はい、ボール側でしょ。いやいやいや、誰がコロコロ転がってるんですか本当に誰がこんなでかいボールなんですか本当に黒と白の。いや多いな、ツッコミ多いな
え、マジですか。はい、フォワードっす。フォワード、じゃあ足も速かった。自分一応入門した時に身長が足りなかったんですよ、はいはいはい、で第二新弟子検査っていう検査があって、はい、身長足りなくても、まあ、スポーツテストをしてそれなりの、成績があれば入れるっていうところで入ったんですけど、はい、その時の 50m 走が、はい、入る時は123キロだったんですけど、はい、僕7秒後半で走りました。早っ。123キロ7秒、はい、後半で走って、なんで多分もし体重が80キロぐらいだったら5秒台とか多分ですよ。5秒ってもうオリンピック選手並みですよ。だからそうですね、もしかしたらオリンピック側にいたかもしれないですね。いやでもそれぐらいのポテンシャルがないと相撲なんてできへんって。もともとサッカーのが先だったんですよ、始めたのは、はいはい、少年サッカー1年生の時から始めて、はい、で1年の夏に自分実家が豆腐屋 で、はい、で豆腐屋の従業員の方がお祭りがあるから、はい、でそこで相撲があるから行こうって、まあ、体ちょっと大きかったんですよ、はい、でそこで相撲を取ったらもう同級生もう全然歯が立たないんですよ。ポン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 って勝って、はいはい、で1個上ぐらいにも勝ってて、そしたらその相撲クラブの父兄の方から、はい、僕何やってんのって言ったら、僕サッカーやってますって言って、相撲やれって言われて、いや嫌ですって言ったんですけど、その方が毎日相撲の時間に迎えに来てくれて、で相撲を連れて行かれて、はい、で行ってる間にもう相撲クラブに入ってて、最初はいやいやから、もういやいや、だってもうサッカーの方が好きですし、はいはい、相撲なんか相撲見てたわけでもないんで、はい、サッカーはもう好きで見れた、うん、で連れて行かれてるうちに、初めは全然勝てなかったんですよ。やっぱ相撲やってることを、体が大きくて同級生に勝ってようが、やっぱやってる人には勝てなかったな、はい、でもなんかやってるうちにもう県でも負けなしとかになってきて、はいはいはい、でもう全国でも行けるぐらいの時になった時に、4年生かなぐらいの時に親にどっちか決めろって、サッカーか相撲か、あ、まあ、まだそこまでまだ悩んでたんです。両方やったんで、サッカー好きでやってて、で体も大きくなっていってたけど、サッカーもそこそこ走れてたんで、はい、でどっちにしようかってなった時に、やっぱ相撲の方が成績も全然良かったんで、うんうんうん、じゃあまあ相撲を選ぶって言って、サッカーやめて相撲一本。ああ、サッカー一筋って感じじゃなかったんだ。そうです。やっぱその番組等でその腕相撲大会みたいなをやったりとかした、やっぱ優勝するの力士の方ですもんね。ああ、まあまあまあ、そうですね。誰でしたっけ、一番強い人。あの腕相撲は海王関とか強いわけじゃないですか。はい、あの圧倒的、あのアメリカのすんげえレスラーのバンで、アームレスリングチャンピオンも来たけど、もうカズさん一撃で勝って、なんか多分ああいうのって実はこうなんか、ね、コツがあるんですか。多分コツとか関係ないですね。もうバーン根こそぎすごいですよね。すごいですね。アームレスリングのチャンピオンがバーン負けて、自分逆に力全くないんですよ。まだ食事行った時に酔っ払いのおっちゃんが、はいはい、やろうやとかって言った時に、あれやろうやって言ってくる人って絶対自信ある人なんで、もちろんそうですよね。俺絶対勝てないんですよ、そういう人に。マジですか。だから勝てないんで、はい、自分は現役の時必ず腕相撲強い若い人を連れてやっといたんですよ。あ、そういう誘いが多いから。はい、もうそうなった時に、はい、で、あ、いいっすよ、じゃあこいつとやってくださいって、こいつに勝ったらやりますよそしたらそれとやっぱ強いですね、はい、負けないんで、バーンって勝つじゃないですか。あー、もうこいつに勝てないようじゃ俺とやってもほんま弱いな、もうほんま弱いですよもう一回そいつ負けたんですよ、はい、なんかその腕すごい強い強いやつに、でもいい勝負してグーってやって、で向こうの人が勝ったんですけど、もうその人はもう、あー、もう無理やーみたいな感じだったんで、それじゃ無理でしょって、だってこいつとオブでしょ、やめといてくださいって、ドキドキしたやべえこいつ負けたんだろって負けたらかっこ悪いですもん。いやもうだから、でも一人の時とかもあるんで、はい、そういう時はもうじゃあレディーゴーってやった時、最初だけグッと近寄ってスーッと負けて、やりますねってこと立てた感じにするけど、立てた感じするけど、やった感じに絶対無理ととにかく自分は本気出したら勝てたよみたいな、そうそうそう、負けてあげたみたいな雰囲気だけどでも言うんですよ、ですよ、本気で来てくださいよ、危ない危ないとかって本当いろんな意味で危ないですよ
やめてくれやめてくれ。あ、そうなんだ。意外というか、基本的には力士の方みんな強いと思って、だからあの回しに小指がかかったら、まあまあ小指が大事っていうんですからね、小指にかかるんです。回しに小指がかかると、小指が一番大事っていうんです。回し取るのにグッとこう。そうするとでまあ昔で言うと千代の富士さんがもう回しに小指かかっただけでもうファンの人は。ああもう千代の富士が勝ったってなるぐらい、そうそう、この小指が大事って、小指はやっぱでも鍛えようないですね。まあそうですね、やっぱもう練習していって回しを掴んでいくうちに鍛えられていくもんですかね。まあ僕らが言われたのは小指から取ることによってこうやっぱ脇が締まるっていうんですかね、小指力入れるとこうじゃなくてこっちにいると自然とこう脇が締まっていくっていううちに、なんで小指から取りに行けっていう風に言われました、ね、だからもう力だけじゃなくてもやっぱ技ですよね。技とか自分の理論ですけど、それこそさっき言ったように弱いんで、じゃあ自分がなんで力強いやつに勝てたかってなったら、その回し、さっき言った回しの取る位置で全然変わってくるんですけど、例えば相手が下手を下こう 刺したとして、はい、まあ、ここ刺されるとするんですけど、はい、ここ刺されて、この辺取ったらこっちの腕は使えるんですけど、この辺取ったら相手は使えなくなる。力入らない、はい、こういう風に回しの取る位置でこう相手の力を立たせる立たせないっていうのを、だからこういう話をいっぱい聞いて相撲を見たらより面白くなりますよね。まあ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 、そうですね。 なんで あっちの方が優勢だったらなんで負けはったんやろとかね、はいはいはい、面白いって見てた、はい、だから僕と相撲を見たらすごい面白いと思います。あ、なんかツアーやろうかなと思ってます。でもめちゃくちゃです、はい、むちゃくちゃ需要ありますよ。豊ノ島と見る相撲観戦めちゃ やりましょうやりましょう、ね、面白そうですよね。なんかイメージめちゃめちゃ縦社会厳しいみたいなイメージなんですけど、もう笑いもそうですけど、実際どうですか。いや、まあ厳しいは厳しいです、もちろん、うん、厳しいけど、まあ、昔ほどではないのかなって感じはしますけどね。楽しい、楽しいね。白鵬さんの誕生日会なんかもめちゃめちゃ楽しいですね。そうですね、結構だからその上に立つ側の人の技量もあったりするのかな。やっぱ結構本当にね、もちろん白鵬さんとかの見てもらっても、はい、すごいこう下の門がちょっとこうお酒の席でね、ちょっと調子乗ったことしても笑いながら全然許してくれるっていうか、なるほど、全然そうですね、はい、だからそれを許さない人とかもやっぱいるんでね。まあ確かにそうですね、まあ、どの世界にもあると思うんですけど、だから厳しいところは厳しいです、もちろん稽古とかも本当に厳しいですし、はい、もう本当になんで俺にそんなきつくすんのって思う時とかもありましたし、はい、普段あんな飲みの場で優しいのになんでそんな稽古きついんって思うこと、はい、何回もあったんですよ、はい、もうめちゃくちゃ立ち合いからバーンってやられたりとか、なんでそんなんするんってそんな立ち上げやからですね、えぐいなっていうのはあるんですけど、勝ち上げみたいな、立ち上げで一回ほんまやられた時に、はい、嘘みたいな話ですけど、はい、バチーンって当たった瞬間に自分鼻触ったんですよ、はい、もうこうなったと思ったんです、鼻がブリーンって一回取れてる、そう、外れてここがもげてここについたと思ったんですよ。いや衝撃的に、これ嘘じゃないです、本当についたとは思わないです、本当取れた、鼻取れたんちゃうと思う、ここについたとは絶対思ってない、もうバキの世界なんかなっていうブワーンってなって、あ、鼻あると思って、裏の勝ち上げもう、でも両方からもちろん鼻血ですよ、はい、で鼻血出てんのに、はい、ティッシュパッと詰めた、そのままぶつかり稽古、鬼かと思って、でもまあやっぱそういう稽古あったからこそね、もう強くなるための、うん、もう先輩の優しさですもんね、それ。そうですね。でまあ自分が怪我、アキレス腱断裂の怪我をして、この番付が下がって、はい、こう下でこうちょっとなんかね、こう上に行くのにちょっと時間かかってる時とかも、はい、まあ、年齢的にはもう33ぐらいだったんで、うん、まあぶつかり稽古とかももうそんなにされない年なんですよ、はいはい、でもあえてみんなの前で来いって言ってぶつかり長めに出して戻って来いっていうメッセージ性のあるぶつかりをこうさせてくれたりとか、こうね、まあすごいそういう、うんうんうん、なんかメッセージ性のある優しさみたいなのが結構あったですね。かっこいいな、うん、力士の方ってその番付あるじゃないですか、はい、どの辺から食べれるようになるんですか。
一応重量からですね、重量から給料が出ます。横綱で大関関脇小結で前頭があって、はい、重量この下は幕下、この重量から給料が出ます。幕下も全くない。幕下は2月で15万です。あ、まあ、給料決まってる。給料はないですね。手当って言ったんです。手当で重量からが月に100万ぐらい。そんな一気に重量から、はい、で自分ずっと上で幕内でやってて、はい、アキレス腱の怪我で、幕下に下がったんですけど、はい、ずっとやってても幕下に下がったら2月15万しかもらえないです。へえ、そうなんだ。そうそう、下の方ってその金額じゃ生活できないじゃないですか。まあ、だから相撲部屋にいるんでいい食事かからないから、そうそうそう、まあそれでなんとかなんですけど、自分当時も結婚もしてましたし、はいはい、今家庭があって、自分はまあ一応家に帰ってたんで、まあ、ため貯蓄をこうね削りながら2年ちょっと2月15万でやったんで、結構きつかったし、はい、まあなんかその時娘も4歳とかだったんですけど、はい、なんかなんとなくこう、まあ一応言ってたんですよね、ちょっと生活も、まあ、4歳の子に言ってもわからないかなと思ったんですけど、こう食事 なんか例えば買いたいものとかも今我慢するとか言って我慢してくれてたんですよ。三役になったらどうですか。三役が手取り130ぐらいですか。で大関で180ぐらいで、横綱で200ぐらいですかね。もっとバンバンバンって跳ね上がるかと思いきや、そうでもないですね。まあそうですね。でもまあ懸賞金とかが結構上の方はあれですが、相撲部屋は懸賞金って一つに3万入ってます。3万なんだ。で、2万5千円協会で積み立てしてくれます。お相撲さんって、なるほど、あんま賢くないんでお金使っちゃうんですよ。別に賢い人もいらっしゃるでしょうけど、あんま賢くないですね。みんなもう例えば5万5000円もらえるんですけど、5万5000円もらったら多分全部使っちゃうんで、その払えなくなっちゃうんです税金の。なるほどなるほど。そのために2万5000円、あ、はい、協会が積み立ててくれてる。はい、そうです。はあ、そうな、もっと入ってると思ってた。あ、でも1枚になんで、あれが50本とかの時あるんで、すごい、150万すごいの、こうしてこう持って帰る人いますよね。はい、ああそうか。あと谷町さんとの関係ってどういう関係。まあ食事行って、でまあ帰りにタクシー代って言ってこう、まあもらえたりもらえなかったりですけど、昔はすごかったと言いますかね。まあ我々の時は、まあ、聞く話なんでね、我々の時代じゃないんで聞く話ですけど、はい、なんかその谷町さんの家に行って、なんか地下室入ったら金庫みたいな部屋があって、部屋ですよ金庫で、お好きなだけ持っていけたらすごい金額があったとかっていうのを聞きますし、小切って好きな金額かけとか、もうそんな時代もあったって言いますからね。いや多分あの嘘じゃないと思う。ほんまそんな時代や、そんな経験はしてないで、そんな時代にはおったけど。いや、もう祝儀袋がもう熱いのに薄いな、もう薄いなって開けたらその小切手とかみたいな時代があったって、僕らもいいなって思いますけど、逆に薄いな、薄いとか、薄いなって、でその噂広がって、薄いやったのかい、いや2万かい、ほんまに薄かったのかい。これね、でもね、本当に良くない、良くないんですけど、はい、そのさ、本当にこう祝儀もらうじゃないですか、ありがとうございますっていくらだなとか、もうパイじゃないですけど、もう祝儀でこうこの DVD だけで多分とかまあ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 やってみますよね。ちょっとお肉、はい、もちろんせっかくなんでお肉は、これはもう名物つけあみたんし、はい、とこれ宮迫原みたいな塩だれです。ああいいですね、はい、まあ私も言ってもですね、いろんな食べてきてますから。いや、それはもう結構辛口でいかしてもらいますね。あ、もう言ってください、はい、もう厳しく、はい、厳しく言いますか、はい、うまっ、早すいません、もう分かりやすすぎる。すいません、すいません、いただきます。絶対それやろう思ったから、すいませんじゃあ、はい、目で食べますね。目で食べ、口で食え、口で食え、うまっ、早
いただきます。え、今の何？目で一回食べる。目で食べるとかないんですよね。うまい。ありがとうございます。宮迫ハラミです。はい、うん、うわうまそう。いただきます、はい。いやそこですじゃないんですよ。もうごっこしちゃった。完全に言ってもてるやん。ごっくんメーカーさん怒ってください。ふざけてますよこの人。いつもお世話になってます。いつもお世話になってます。おいしいです。はい、こんなん聞いていいのか分かんないですけど、はい、力士の方もちろんね結婚もされてるし、どこで女性と知り合ったりする。女性どうでか。知り合う奥さんと知り合ったわけでしょ。はいはいはい。どういう場所で知り合うんですか。だってもう稽古もあるし、はいはいはい、まあまあ巡業さっき言ったってそんな自由聞かないでしょ。まあそうですね。女性はでも、まあ、妻とは、紹介ですね。紹介力士のあの誕生日会やった時にたまたま妻も知り合いだって僕も知り合いで行って、はい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 、そこで知り合ったのがきっかけなんですけど、比較的力士のその、ま、女性関係でいうとあの水商売の方結構多いと思うんですよ。やっぱ会場にやっぱりとか、ね、やっぱいらっしゃいますもん。講演会の方と連れてってもらうところがやっぱそういう場なんで、はいはい、多かった。お客さん、はい、食事行ってそういう夜のお店に行くっていうのが力士のなんかまあ飲みの流れなんですよね、うん、なんで逆に例えばじゃあそういう飲み会があったとかするじゃないですか。僕らねなんか結構力士同士で言うんですけどプロ慣れしすぎちゃって、はい、一般の方の飲み会行った時にこう自分らを立ててくれないからなんかちょっとダメなんですよ。夜のお姉さんやっぱもう立ててくれる、立ててくれるじゃないですか。だから気持ちよくしてくれるし、そのお酒一つ作るとかでもまあそれは当たり前にやってくれてお金も発生してることですけど、一般の素人の方と飲むとやっぱ自由じゃないですか。別にそういう気も使わなくていいから、はいはい、まあ、中にはだって携帯ずっと触ってる子がいたりとかしたらなんかちょっとこう、はい、なんか立てられてない感じが苦手っていうのはあるですね。はい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 、だからどっちかというとそういう夜の方の方が多い、出会うのは多いんだ、うん、でやっぱりそういう人たちって逆に夜の方って聞き上手だったりするからなんかこう下がってっていう意味では力士の奥さんとかにも意外と向いてたりする。なるほどなるほど。話も聞いてとか気使えるっていうそういう場をパッと気使える方っていうので、はいはいはい、うん、そういう人は意外と多いんじゃないかな。なそういうお店で出会って合流される方々も多い。全然ありますね。あとはまあ講演会の方の、ね、お知り合い、知り合いとか紹介された人と。なるほど。だから力士、若手の力士だったんですけど、はい、やっぱり力士って一応着物浴衣で外に出るっていう決まりがあるんですよね。私服、はいはい、はダメっていう、はい、でことあるとあるっていうか別にもう下っ端の力士だったんですけど、その力士がもうあからさまに駅にもうでかいんですよ。190近いで170キロぐらいのやつが本当ここまでしかニット帽入ってないんですよね。もう下手したらワンチャンちょんまげのこの先が見えてるかもっていう大きいサイズので隠せよって、もう本当頭こんだけしか入ってないんですよ。でどこ行くんだよって、いや今から合コンですって。いやいや午後やったら余計にね、まあ、まあね、着物着てパッと行った方がかっこいいじゃないですか。まあ、そうですね、なんかねそれを隠したいっていう、隠れてないんだけど、ね、隠しようないですもんね。隠しようの本当にちょんまげのここがちょっと下手したら見えるぐらいのこんな上に乗せてるだけのもなんであれ被ったんやろ。ああ面白い。ちなみに豊島さんは表になられてたんですか。いやどうかな、それ自分でどうかは分かんないです。持ったかどうかは。でもそのよく言われるのがこう
相撲さんの流れは男前だよねって言ってくれるんですけど、はいはいはい、まあ、相撲さんの流れ、お相撲さんがこの辺なんで、大体そんなこと全体のお相撲さん低いじゃないですか。そんなことない。世の中のその男前ランキング見たら相撲ここっすよ。で、相撲の中で男前、まあ、この辺ですよね。世の中のこの辺じゃないですか。怒られますよ。いやいや、いないじゃないですか、大して。でも完全に、あの、歴史好きの女性ってめちゃめちゃいるじゃないですか。いますよね。まあ、いますけど、はい、そんないないですよ、やっぱ、世の中。ほんまですか？こんな世の中やつれがいる中で、こんだけです。相撲好き女子。数女、数女言われてますけど、こんな世の中の女性の中で、これです。スージョ、うちのスタッフの位相、スージョやった、ね、ああ、そう、そうだった。あ、相撲が好き、相撲好きで、あの、名古屋の子なんですけど、うん、名古屋場所になったらもうその界隈をうろちょろして、あ、飲み屋かで、あの抱かれに行くって行く。そんなガッツリの言えないですけど、ある、あの、親方と、まあまあ名古屋場所のたんびに抱かれてたって本人言ってました。知りてー。今度教えます。お願いします。いや、じゃあちょっといろいろね、まだまだ話聞きたいですけども、いや、楽しかったです。ありがとうございます。本当このマジであのプライベートでぜひ、あ、はい、ぜひ来てください、はい、一緒に来ますし、もうちょっとね、はい、相撲も面白かったら見に行きましょう。お願いします。お願いします。食事も、はい、面白かったら、はい、お願いします。というわけで本日のゲストは豊ノ島さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。宇都宮サッカーエクスポ準備着々と進行中。10月8日祝日、宇都宮駅前の会場で1万人規模のイベントやっちゃいます。当日は様々な分野で活躍する豪華なゲストの出演と1対1の対談を行います。またグルメブースでは安くおすすめの美味しいグルメが大集合。そしてビジネスブースでは各企業様のアピールを宮迫がお手伝い。現在対談観覧のチケット好評発売中。さらにイベント、そして宇都宮を一緒に盛り上げてくれるブース、そしてスポンサー企業様もまだまだ募集中。詳しくは概要欄から。というわけで10月14日宇都宮で待ってるよ。